はい、皆さんはどっちです。今日はですね、2018年12月の6日の1時22分です。よろしくお願いします。お風呂入ったわ、すっきりです。よろしくお願いします。どうもー、まったり行きましょう。まったり、はい、こんばんは。イカ娘ありがとう、アイテムありがとう。こんばんは。まあ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 、解放を減らってたね。がっつり減らってたね。まあ、しょうがねえよな。配信やってたら、まあまあ、一般の人に理解してもらおうっていうのは無理だからな。まあ、男と女はどうなるかわかんないよ。はい、こんばんは。くももいらっしゃい。こんばんは。今日は休みだから、じっくり配信ができるね。今日は休みだね。もう予定なんもないな、しばらく。いやー、結構タイトなね、スケジュールでね、動いてますよ。しばらく休みだな。大丈夫だな。いや、ほんと大変ね。はい、こんばんは。はい、ワドツー。ワドツー、お風呂入ってた。ショルニー、お帰り。お疲れ。クマ、ありがとうね。クマ、ありがとう。なんかでも最近ふわっち炎上しなくなってきたよね。一回なんか毎日毎日さ、荒れ狂ってた時期があったけど、一回落ち着いたかなとか思って。何だったんだろうね、毎日のように警察沙汰だったかんね。あれおかしかったよな。歌舞伎町で毎日揉め事がある感じだったもんな。でもね、みんな覚えといて、冬事件が起こるから。配信は大体荒れるの冬なんだよ。なんかね、俺今年ね、でっかいね、事件起こるんじゃないかなと思ってんだよね。冬から、来年の春先までにかけて。大体おかしなことが起こるの、この時期なんだよね。よくね、春になると、キチガイが出るって言うもんね。で、俺らキチガイはやっぱりね、春にね、起こるんですよ。病気が発症するんですよ。病気が。今年は誰が事件を起こすかな。
はい、金魚姫お帰り。ワドツ、帰りなさい。照明機材買おうと思ってんだよね。照明機材なんかいいのあるかな。照明機材、夏の方が受験ある。いや、冬入ってからの方が多いね。照明2脚3脚3発照明が欲しいな。照明が、どれくらい出るんだろう。ルーメン、ルーメン数が書いてないな。プラスマイナスには触れるんだな。2個セットか。3発欲しいんだよね。2発セットが多いんだな。何なんだろう。照明3発。今便利だよな。安くいいものがいっぱいあるもんな。3発の照明どっかにないかな。2パックが基本なんだね。3点セットで欲しいな。ルーメン、こんばんは。チャヨティいらっしゃい。どうも、ごめんね、コメントかぶっちゃスルーしちゃったね。チャヨティこんばんは、お疲れ。今日もよろしくね。こんばんは。ねえな。こういうの見つかった方がいいのかな。1500ルーメン、1500ルーメン。メモリもついてんだ。1200ルーメンか。ビデオカメラ対応。リエちゃんこんばんは。また来てくれた、ありがとう。でフォローもしてくれてありがとうね。今日もよろしく。こんばんは、楽しんでって。よろしく。限定ブランドとかあった。ケビありがとう、アイテムありがとう、サンキュー。ベストセラー、これ見てみるか。
羽付きがいいな。羽付き。羽付きだと値段上がるんだ。風船ありがとう。雲もありがとう。アイテムありがとう。サンキュー。なんかどんどん映画制作進展してない。多分ね、やばいよ。いいね、ありがとうね。いや、もうすごい。多分みんなびっくりすると思うよ、完成品見たら。もう多分ね、あの配信者と YouTuber の中では多分ね、あの撮影に関して一番詳しいの多分現段階で俺だと思うよ。うん、パンドア付きで300のやつ。300出した方がいいかな。100、150ぐらいでいいかなと思ったけど、300発ってことだよね、LED。300発だとどれくらいだろうな。だよね。で、あの、三脚は別で買おうかなっていう台。どれがいいかなと思って。絶対パンドア付いてた方がいいよね。そうだよね。この前が LED1000、あ、180発か、180発ぐらいのやつだったから、300あればまあ問題ないだろうと思ってるんだよね。300、LED300 ってどれくらいの大きさなんだろう。最近起きられない。映画に使う機材だね。うん。そう。これ、LED 照明、15W。うん、どれかな。 LED の数書いてねえな、うん、バンドはついてた方がいいよね、やっぱりね。で、できればメモリがついてたら、あ、ついてるね、これメモリついてればいいね。これ何百発だろう、うん、コンパクトでいいな。これ悪くないかもね。5200いくら、デジタルディスプレイ、うん、あとはバッテリー、電池タイプがいいかなとか思ってんだよね。 iPad 用より小さいぐらい、結構大きい感じか。これどうなんだろう。縦が 1,2,3,4,5,6,7,8,9、9の1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16×9。 制作楽しんでるよ、おやすみ、頑張るよ。 9×16 は144発か。これで144発か。これよりも一回りでかい感じか。あー、これだと大きさ足りないんだ。うーん、なるほど、なるほどね。これか、多分これくらいの大きさだろうな、多分。はい、ワード2、小松さんいらっしゃい、うん、お疲れっす。多分これ系統だな、うん、これくらいの大きさだな。ちょっと値段跳ね上がるな。これはどうだろう。腹減ったな、お腹も空いてきた。照明絶対もう手に入れないとなと思った。昨日ね、照明を当てるっていうのやってみたんだよ。グラコロ買おう、グラコロ、グラコロ食べよう。グラコロ大好き。来てしまったか。太るんだよな、グラコロ。めちゃくちゃ太るんだよな。マジか、ついにこの季節来ちゃったか。ご飯食べてないね。軽くね、打ち合わせの時に食べたんだけど、つまんだ程度だね。飯食ってない。これだな、多分288発。これだ、これだ。6200、
48円。なるほど。これだ。これがあればいけるな。ただこの大きさで電池駆動バッテリー取り付けられる超高ボタン。どうしよう。裏側がアップがねえな。あった。ディスプレイ。どうなんだろう。調整ボタン。飯食ってないんだよね。カスタマー評価。これだな、多分。飯まだ食ってないね。腹減った。驚きの映像になると思うよ。驚きの映像に。もうね、照明あるのと照明ないのじゃ全然違う。あれ、パフェありがとう。ごめんごめん、気づかなかった。コマネチさん、パフェありがとう。延長代にさせていただきます。ごめんね、コマネチさん、気づかなかった。ありがとうございます。あざーす。夜食べると胃もたれ。っていうか、まあ、寝起きだから、俺、今の感覚で昼ぐらい。寝る時間がぐっちゃぐちゃだから。で、胃もたれってあんまりしたことないね。胃がもたれるっていう意味がわかんない。胃腸がね、めちゃめちゃ強いんだよ、俺。胃もたれとかしないよ。全然しない。寝る前に食ったらってことだよね、多分。強い強い強いよ。タフだよ。胃腸タフだよ。ハートありがとう。ありがとう。延長代にします。お、今度もしもし。もしもし、ごめんね、こんな時間に。どうした？なんか枠今まで開いてたんだけど、おう。和道さんが私のとこに行ってやれって言ってくれたってコメントがあって、おう。本当ありがたいと思って、それで出ました。あ、そうなんだ。彼からね、おう。友達に戻ろうって言われちゃった。え？なんて？友達に戻ろうって言われちゃった。なんでよ。結局別れるって。別れるって言われたの？全然さ、誰と付き合ってるかとか知らないからさ、いや、何がどうなってどうなったのか全然わかんないから。そうだよね。どうしたまあ雑談たぬきにね。の？まあ和道さんだけだから、今配信してないよね。してないしてない。和道さんだけだから言うけど、まあリスナーさんだったのよ。そうか。リスナーさんで配信もちょっとしてる人だったのよ。で、まあ秘密で付き合ってたんだけど、それがちょっと笑い男とガブリエルさんって人にバレちゃって、なんかそっからちょっと漏れたみたいで、雑談たぬきに「この人と海宝と付き合ってるのは誰々だよ」って書かれちゃったのね。それがきっかけ。まあそれをだから私は正直に話した。もし黙ってれば彼は気づかなかったかもしれないけど、私は正直に話したのね。こう書かれちゃったって。
まあでも便所の落書きみたいなもんだからって、うん、彼はその時言ってくれて、うんうん、そのまま続いてたんだけど、うんうんうん、でも今日言われたのは、うん、別れようと思ったきっかけは何だったのって言われた、うん、聞いたら、うん、いつ頃なの、さっき別れようって言われたのは。ついさっき、あの枠終わった、私10時半から11時に枠やってんだけど、うん、終わって11時ちょい過ぎに電話かけて、うんうん、なんかパソコンの設定とか教えてもらったりして、欲しいものリストの作りやり方とか教えてもらいながらやったりとかして、うん、なんか今度会う時にやればいいのにやけに親切だなとは思ったんだけど、うん、そしたら話があるんだけどって言われて、あ、なに、面と向かって言われたの、メールとかじゃなくてメールっていうか、あ、ビデオ通話、 LINE の、はい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 、 LINE のビデオ通話、あ、 LINE のビデオ通話で遠隔で教えてもらったんだ、その、そうそうそう、遠隔っていうか、うん、ほうほう、あ、そうそうそう、いいんじゃない、そんな別れりゃ、うん、なに、好きなの今でも。好きだね。なに、何がそんな好きなの、どこが好きなの。うん、温厚で、温厚、温厚、優しくて、うん、穏やかな人で、うん、うん、体の相性も合ってたし。何、体の相性良かったの。うん、何、もう最高だったの。そうだね、すごい気持ちよくしてくれるようにいつも頑張ってくれて、うん、うん、ああ、もうがっつり体の関係あるんだ。あった。うん、何、それは付き合う前からあったの、正直。いや、あのね、付き合うのとね、初めてエッチしたのは同時だったの。どういうこと？その前に、電話をずっとしてたから、うん、うん、その電話、何時間も何日も何時間も電話してる間に、すごい好きになっちゃって、この人と付き合いたいと思ったから。何、電話でエッチしたってこと？あ、違う違う違う、電話では普通の話をしてて、うんうん、でも初めて会う時に行ったのはラブホだったっていう、ご飯を食べ終わってから、うん、え、何、 ご飯食べてる時に付き合おうって言われたの、それともエッチが終わった後に付き合おうって言われたの？いや、付き合おうっていうか、電話をしてる時、会う前の電話の時に、うん、うん、私あなたのことが好きになったって言って、え、何、解放が告白したってことか。そうだね。うん。うん。うん。体の相性良かったんだ。そうだね。うん、それは残念だよね。うん。うん、え、初めて会ったわけじゃないでしょ？そのエッチした人っていうか、付き合った時に初めましてってこと？そう。だから付き合う日に、まあ、横浜の人なんだけど。ちょっと待って、会ったことはなかったってこと？そう、電話だけ、LINE 通話だけ。ほーん、うん、じゃあ、初めましての日から、初めて会った日から付き合ってセックスしてるんだ。そう、うん、だけど私、軽い女じゃないのね、今まで付き合って。おうん、だから、ちょっとその辺詳しく聞かせてよ。うん、何、軽い女じゃないって。あ、だから何、ワンナイトラブ的なものを繰り返すような女ではないってこと。で、今まで何人ぐらい経験人数あんの？8人ぐらい。うん、あ、まあまあ年相応というか、うん、まあまあまあ普通だよね。うん、うん、普通だと思う。え、何、それもう結構ご無沙汰だったの？ぶっちゃけた話。あ、ぶっちゃけ、まあ1年ぐらい彼氏はいなかった。あ、まあ、じゃあまあ普通だよね。普通1年ぐらい別れてね。うん、うん、じゃあ軽い女じゃないんだ。うん、うん、だから、まあ、今回は会って、うん、初めましての日に、うん、ご飯食べた後に、うん、ね、なんで軽い女じゃないのに、もうその日に会って、うん、なんかこう結ばれたのかがちょっと詳しく聞きたいかな、うん、俺は。
もうだから電話の時点で人柄がすごい伝わってきて、うん、で、あ、この人と付き合いたいってもうその時点で思っちゃったの。電話でね。うん。うん。そう、まあまあまあ、それで3ヶ月間どういうデートとかしたの？あ、でもね、私あのね、ラブホ行った次の日から入院しちゃったのよ。あー。1ヶ月、え、あれ2ヶ月ぐらい入院してた？まるまる1ヶ月だよ、ね、8月の3日から9月の7日まで。だよね、だよね。じゃあ、うん、付き合ってるって言っても実質2ヶ月ってことな。そうだね、まあ12月入って、うん、あったから、あ、11月の30日からあったの、うん、だから9、10、11、そうだね、3か、うん、付き合ったのまあさ、まあ、付き合い始めたのは3ヶ月だけど、うん、実質2ヶ月だよね。なるほどね、うんうん、なるほど、うんうん、ごめんね、こんなこと。もういいよ、いくらでも聞くよ、うんうん、まあ、もう吹っ切れたの？いや、吹っ切れない。さっきまで死にたいって言ってて、うん、本当に目の前のカッターとかハサミとか、うんうん、台所の包丁が気になって仕方なかったんだけど。何、どんな風に気になるの？いや、もう手首切ろうかなみたいな。ダメだよ、うん、うん、だけどやっぱ私も配信者なんだね。生中継で枠途中から開いた、大泣きしてるのに。うん、でも電話の声がバレちゃうから、相手も配信やってるから、うん、だからまあ途中で電話は切られて、電話、あ、配信、あ、配信やってるって言うのも過疎生主だろ。まあね、うん、うん、なあ、配信者じゃねえよ俺からしたら、うん、配信つけてるだけじゃ配信者じゃないから、うん、うん、まあ和道さんだけに言うけど、うん、いいよ、ステッカーのデザインやってもらった人。ああ、まあまあそうだろうなとは思ってたけどね。あ、本当に？うん。うん。なんか、うん、まあみんなには固くなに一般の人で、うん、知り合ったきっかけは内緒っていうふうに。うん。まあまあね、まあ配信者だからね、絶対、うん、それはね、いろいろあるから、うん。うん、出会い中とか雑談たぬきに叩かれちゃうから、うん、うん。うん。それはリスナーさんに、うん、伏せたのか、うん。そうだね、うん、なんでその伏せたの？うん、あっちが、うん、うん、やっぱりバレるとうまくいってる、うん、人たちはあんまり見ないから、うん、うん、内緒にしとこうみたいな。え、向こうが内緒にしてくれって言ったってこと？そう、うん、あ、何、解放と付き合ってるのバレたくないってこと？うん、向こうが、うん、だから、うん、私バレたくないぐらい恥ずかしいような女かなって言ったら、そういう、いや、そんなことないよって言って、うん、うん、うん、ただなんか、うん、配信者で、うん、配信者とリスナーで付き合って別れたりとかするのをちょくちょく見るから、うん、そういうのを、うん、オープンにはしないで秘密にしてた方が長く付き合えると思うって言われて、うん、うん、それで私も納得したもん。ほう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 。そっかそっか、うん、なるほどね。そう、うん、だけど、うん、まあ内緒にするってことは、うん、表に出したくないってことだ。だってほら、和田さんはのんちゃんもう大好評じゃん、うん、大好評っていうか、俺はリスナーさんに隠し事なんかないもん、うん、一つも。だから、もう、うん、大ピラにね、してて、うん、で、もう喧嘩も見せるし、全部さらけ出す。仲良いとこも見せるし、全部さらけ出すじゃん。うん。うん。うん、だから、やっぱり私を隠したい、隠したかったってことは、うん、どっかしらにやっぱり負い目というか、うん。うん、バレたくなさがあったと思うのね。まあ、その人もまあ少人数だけどファンがいるわけだし、うん、うん、うん、いや、遊ばれたんじゃないの？
遊ばれたのかな、私。いや、そうなんじゃないの？どう思うの？客観的に見て。まだね、うん。ことがすぐすぎてね、何とも言えないけど、遊ばれたとはちょっと思いたくないし、そうではないと思うんだけど、あとは彼もそううつ病なの、双極性障害なの。だから私がデートで、じゃあクリスマスにじゃあうち来てとか、お正月にじゃあ初詣行こうとかいうのが、外出がしんどかったらしいのね。だから私がリードしてる状態、お出かけとか。だからそれが結構きつい状態だったみたいで。だから、それでも遅刻してもいいし、ドタキャンしてもいいし、同じ病気同士なんだから、分かり合えてんだから、そんなの気にしないよって言ったんだけど、それだとなんか俺が偉そうに思えるじゃんって言うから、偉そうなんかじゃないよって必死に言ったんだけど、彼はその辺が、それだったら友達に戻って会える時にご飯でも食べればいいじゃんって言われて、でも私今までね、付き合ってきてね、別れた人と友達になるなんて絶対できなかったのね。できなかったし、できないのね。だって一度愛した人じゃん。すごい愛してた人を、なんか友達になんてすごい都合のいい言葉だし、まあそういうのもね、できる人もたくさんいるんだろうしね、そういう関係もありなんだとは思うんだけど、私は今までしてこれなかったのね、そういうことは。だからどうしても友達じゃなくて、それだったら頻繁に会うとかじゃなくて、月1でも2ヶ月に一遍でもいいから、それで付き合っていくっていうのは考えられないかなって聞いたんだけど、それもやっぱり、考えられないって言われて、まあしょうがない、男と女だから。そうだね。でもちょっと気持ちの整理がついてきた。ああ、もう振った男に未練たらたらよくないよ。絶対より戻したらダメだと思うよ。ていうか、より戻してくんないと思う。私も電話の途中で配信始めたし、まあ、彼を裏切る行為だから、それは。声を、まあ、声が特徴的だから、聞く人が聞くとバレちゃうじゃん。だから、それをやったわけだから、あ、初見さんいらっしゃい。で？嘘、配信やってる？あ、やってたわ、ごめん。マジか。え、あれ、オフレコトークだった？オフレコだよ。言ってよ。なんで言ってくんないの？これオフトークなの？ちょっと待ってよ。ワードさん、トラップはめたな。何？配信外の話とかあんの？何？わかんないんだけど、俺。トラップはめたワード花さ火あん、りが一人でとう！花火ありがとう！花火ありがとう！言って解放。花火ありがとう。何？後ろめたいこととかあっ親身になって聞いてくれるとなんは思っだよ、おてなか前。った。俺が普段親身じゃねえみてえじゃねえかよ。なんだ、いそや、のそ言いんな方。ことないけどさ、やたらどうのこうの聞いてくるからさ。いや、普段聞いてないみたいじゃねえいかや、違う、いや、尊敬してるよ、ワドさんのことは。でも今のこれはちょっときついよ、今、心の痛手すごいんだよ、私。知らねえよ、そんなもん。お前の心の痛手なんか、お前。ちょっと待って、バさっカき野の郎、お前普段から話は全返部、さないでバよ。カ野郎、全部普段から人生ネタだっつってんだろ、お前は。いいんだよ、そんなさらけ出せば。だってちょっと笑さ、えてきた、逆に。言わないよ、お前。俺に電話かけてくる時点で間違ってんだから。お前誰だと思ってんだよ、俺のこと。ワード。だろ？まあでもさ、
まあマジな話すると、まあお前ヘラって分かんなかったかもしんないが、後で LINE 送るけどキャプってあるから400人も来たんだよ。ワトさんの枠に？お前の枠だよ。あ、私の枠？お前の枠に400人来たんだから、リスナーさんあ、にそう確か。認、ちなみに、リスナーさんに隠し事すんなよ。全部さらけ出してけ、もう。嘘ついたって、リスナーさん嘘一番嫌うし、人間味がある人が好きだから。だから、全部さらけ出したらリスナーさん応援してくれるし、守ってくれるから。だからもう全部喋りな。そうだね。私配信者だもんね。そうだよ。俺は、さっき言ったの。今日初めて、生まれて初めて海宝がやっと配信者になったって。だから、電話かけてくれとかさ、メールしてやってくれって言われたけど、ずっとスルーしてたの。だから自力で稼いだんだから、ね、来てくれて、みんな、応援してくれたわけじゃん。海宝そんなことないよ、っつって。みんな優しくしてくれたでしょ？してくれた。だからなんそういうだっ人をけ大事にね、しな。人でなかなか字が読めなかったけああ、ど、わかるわかる。励全ま然コしメントて読んくでれねえた。なと思ったけど。読める状態じゃなかったね。ああいう人がたくさんいるんだから、もう振った、そんなどうしようもねえ、カソナムの人なんかほっといて、いい男なんか腐るほどいるし。ほっとけばいい、そんなバカみたいな。どうせドカソでさ、自分の都合しか考えてないわけでしょ。だったら自分のこと大事にしてくれる人を大事にすればいいんだよ。そうだね。要は自分の都合で振ってるんだから。だろ？そんなお前のこと守ってくんねえよ。そっか。そうだよ。お前が泣く価値がないよ。そうだね。そうだよ。そう、一生分泣いちゃったよ。いいじゃん。ティッシュが山になっちゃった。まあまあ、別れがあったら出会いあるから。で、次、付き合う男は、今の、お前を振った男よりもいい男だから。それもうでいいじゃん。ね、自暴自棄になってやりまんになってやろうかなと思っいいて。よ！いいよ！も正解だよ、正解だよ。やりまんになろ。う いいやいや、やいや、それは正冗解談でしだけょ。ど。やりまん、やり、もう、やりまんになるんでしょ？いや、冗談い冗や、談。冗談じゃないちょっよ。と言ってみただいやいけや、だダよ。メだよ。正解だよ。いやや、りま、冗談冗談。そじょ、れはいダメだよ。やいやいやいや、お前何言ってんの？やりまんになろうよ。嫌だよ。よ、なんで嫌なんだよ。オフパコの解放っていう異名がつくぐらいの。なんで嫌なんだよ。いや、やりまんになるの正解でしょ。アグリン見てみなよ。アグリン。嫌だよ。いや、アグリンはアグリンだもん。アグリン好き？アグリンやりアまグくっリンてるはよ。やりまんじゃないアよ。グリンやりまんだよ、あんなの。やりまんじゃやなりい。まんだよ。どうしようもないやりまんだよ、あんなの。顔見たらわかるんだよ。何言ってんの？アグリンのこやとりそまんんのなこと顔言だわよ、あんなないの。で。やりまんの顔だよ、あれ。アグリンのことけなしたら私怒るよ。知らないよ。アグリンやりまんだよ、どう見たって。ちっけえよ。アグリンやりまんじゃないの。違うよ。好どうきどうなの。人としかしないよ、そういうこ本当とは。に？本当マジに？で。本当に？本当。じゃあお前がやりまんになるよ。だから、私なんでっつうの。なんだから、ないんだ。今のは例え、だから、例えその。れくらい自暴自棄になってしまったってこと。そうなんだ。まあまあ、でも、あれだよ。不幸をさらけ出したのは、すごく評価してるよ、俺は。そう？そうだよ。カメラつけなかったら、全然クソだなって思ったけど、カメラつけたなっていう。え、ワトさんも見てたんだ。俺、リスナーさんからポンプ来たよ。解放あ、が。ポンプ解放来に電た。話かけてやるっつって。あ、優しいね、優しいリスナーさん。優しいポンプってあるんだね。ハートね、解放が今大変だから電話かけて慰めてやってくれって。あ、そうだったんだ。いや、今日ね、早朝にね、初の狐枠やったんだけど、総閲覧1200何十人来てくれて、何時間で？何時間で1000人？3時間ぐらい。で、だいたい4、50人をキープしてて、全部だからコメント、何号さん、何々何々って全部読み上げてやってたんだけど、
普通さ、狐ってさ、ないじゃん。え？狐って。ん？狐が何？狐枠ってそのアイテムって飛ばないじゃ、飛ばないもんじゃん。うんうん、なのにどんどんアイテム飛ばしてくれて、うん、で私バカだのブスだのデブだのいっぱい言われるだろうと死ねとかさ、うん、いっぱい言われるだろうと思ったんだけどさ、うん、なんかすごいいいコメントばっかりでさ、うん、なんか荒れない狐枠っていうのを初めて経験してさ、うん、それの時にのろけまくってたの、うん、だから彼氏と今3ヶ月で、うん、ラブラブですって言って、そしたらフワッチ監視員さんにそれの引用されて、うん、載せられたりとかしちゃって、うんうん、それもなんか彼に話したりとかして、うんうん、ああでもそれもよく悪かったのかな、うんうん、今考えるとね、うん、男はゲイの肥やしだから、ゲイの肥やしか、うん、うん、そうね、うん、まあいいじゃん、うん、うん、腐るほど男いるから、そうだね、うん、まあ今は男とか考えらんないけど、うん、まずは配信頑張るわ、うん、そうだね、うん、明日ね中西マンとアグリンとね、うん、油そばの大食い対決すんの、うん、やりまんのアグリン、だからやりまんじゃないの、アグリンは。あ、違うの、うん、違うの、あ、くっそつまんない中西マン、な、中西マン面白いし超優しいよ。え、面白いのに数ってんの、大掃除でね、大掃除で5万くれたんだよ、ギャラ、うん、かんさんとお家がいない、え、何5万くれたら面白いやつなの、いや、そうじゃなくって、うん、面白いってば芸人としても面白いし、 なんで面白いのに数ってるのか教えて、え、数ってないよ、数ってるでしょ、え、ワゾさんのかそってるが、まあ、人数、うん、ワゾさんのかそってるっていう人数がわかんないけど、うん、私はいつも面白く見てるよ。あ、そうなんだ。面白かったんだ。見たことないから、うん、ごめんごめん。見たことないのに面白いなんて言う、面白くないなんて言うな。でも面白くないからかそってんだ。面白くないからかそってんだ。面白かったら人来るもん。いや、来てるよ、来てる。あ、来てんだ。あ、そうなんだ。そうなんだ。うん、そっかそっか。てる、そっかそっか、うん、そうそう、そっかそっか、うん、分かった分かった、あ、っていうか枠やってんだもんね、私これ以上なんか口を滑れしちゃいけないから、うん、もうそろそろ切るわ、はいはい、おやすみ、っていうかじゃあ枠見るね、はいはい、待ってるよ、うん、ありがとう、はい、おやすみ、はいはい、うん、じゃあね、うん、ありがとう、はーい、はーい、なっオフパコだったろ5万で買収されたの、うん、まあまあまあいいんじゃない、うん、もう解放いじめてないでしょ、うん、はいはい、よろしく、ゆうたんさんいらっしゃい、どうも、うん、まあね、でもね、配信者同士とか配信者とリスナーでうまくいくパターンってあんまないよな、ザイガニいらっしゃい、うん、うん、あ、なんかお世話になるみたいだね、明日アグリンよろしく、うん、よろしく、何やんだろう、何の企画やんだろう、3人集まって、まあでも3ヶ月って大体別れる時期だよね、なんだろうね、3ヶ月って絶対別れ来るよね、油そば食うんだ、それ何が面白いの、油そば食って、
リスナーさんと付き合うとかあるんですね。いや、みんなパコりまくってるよ。有名な配信者でリスナーさんとパコったことない配信者っていないと思うよ。過疎配信者ですら食いまくってるからね。全然全然。まあまあ、お試し期間だよ。3ヶ月で別れるってことはもう絶対うまくいかない。まあ、いい表現だね。3ヶ月はお試し期間だよ。そうそうそう。まあまあ、早めに別れてよかったじゃん。いや、パコりまくってるよ、みんな。アグリに聞いてごらん。俺はないけどね。俺は一切ないですよ。本当に。クリーンにアイドルでやってきてんで、僕はないですよ。本当に。俺はないですよ。女。ねえ。手出したら、リスナーさんに手出したら、本当もうアイドルでやってきてるんで、ない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 。俺はないよ。俺はないよ。ないです。ありません。配信者とも一回もありません。だから聞かないでしょ。その女トラブルとかないでしょ。あったら絶対めくられるもん。聞いたことないでしょ。どうやって知り合う？オフ会とかじゃないの？オフ会とか、あと LINE 交換とかじゃないの？ないです。俺はもう、プライドを持ってやってるから。うるせえよ。コメント消せ。恥ずかしいよ。そうそう。監視されたから。そう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 。監視、のりこはいつも見てるから。ねえ、のんさん。ないない。かわいいでしょ。今、海宝さんの会話全部聞いちゃって複雑な気持ち。ああ、まあ、リスナーに嘘つくのはダメだよ。隠し通そうっていうの無理だから。もう、ネットで俺が一番最初に教わったこと、リスナーに嘘をつくな。全部さらけ出せ。リスナー、インターネットのリスナーが一番嫌うこと、視聴者が一番嫌うことは嘘だから。クズはいいの。クズでさらけ出していいの。嘘をつかれた時はもうダメだよ。だって信用できなくなるじゃん。見てて一回一回勘ぐるんだもん。この人が言ってること本当かな、この人が言ってんの嘘じゃないかって。クズでいいんだよ。全部さらけ出せば。配信者と付き合って何が悪いのって言えばいいんだよ。ねえ、そんなアイドルでも何でもねえんだから、クズなんだからさ。クズでなんぼだよ。そう。でもそれもさらけた方がいいんだよ。叩かれた方がいいんだよ、こんなの。いいんだよ、いいんだよ。叩かれてもいいし、見てる人がね、どう感じるのかっていうのを意識しなかったら配信者じゃねえんだから。全員が全員自分のこと好きになってくれるわけないんだから。いや、一回枠切ったのは本当だよ。解放見に行ってやってくれって。そうで、風呂から上がって呪縛やってたらお前が電話かけてきたんだもん。引退配信なんかしてないっすよ。してないっす。まあまあまあ、でもさらけ出した時に強さが出るから。解放は今日学んだはずなんだよ、400人見てくれたって。要はね、リスナーさんが求めてるのは喜怒哀楽なんだよ。喜怒哀楽、泣いてるところ、怒ってるところ、笑ってるところ、生き様を見たいわけでしょ。本気を見たいわけでしょ。
だから俺だってあるよ、経験。泣いたこともあるし、救急車で運ばれた時もあるし、ぶん殴られて鼻へし折られたこともあるし、全部さらけ出してきたよ。うん、全部。かっこ悪いところほど見せろっていう、かっこ悪いことほど。いや、だからリスナーさんからいっぱい来たよ。お前、アモちゃんにお礼言っとけよ。アモちゃんから来たよ。あの配信外で、LINE で。過呼吸で倒れそうだから水飲めって和道さんから言ってやれって。コメント読んでないから倒れちゃうって。で、俺はアモちゃんに言ったの。いや、倒れるのも芸だからっつって。アモちゃん優しいけどね、ありがとねって、解放心配してくれてって。でも倒れるのが俺らの生き方だからって、死にやしないからって、解放のためだと思ってほっといて見守ってやってって。アモちゃん本気で心配してたよ。和道さんの電話だったらあれだからっつって、俺はほっとけっつった。でも、そう、泣いてるところをさらけ出したからさ、ああやって見に来てくれたわけでしょ？いいんだよ。全部さらけ出したらいいんだよ。後ろめたいことなんか何もねえんだから。失うものなんか何もねえんだから。そんな半端な気持ちだったら、配信でね、稼ぎたいとか、配信で有名になりたいとか、笑わせんなって話じゃん。でしょ？リスナーが見たいのはクズなんだから。ねえ。クズで不器用でまっすぐ生きてる人が好きなんだから。でしょ？みんなが見たいのそういう人でしょ？それでいいじゃん。もうだって一回配信やったんだから、もうそれでしか生きていけないんだから、解放は。俺もそうだし、リスナーさんに見てもらうしかもう生き様ないんだから。ましてやさ、なんだ、男官塾までやっちゃって、もう後に引けないところまで来てるんだよ。あとはもう腹くくるしかないよ。腹くくって生き様晒していくしかないよ。みんなに笑ってもらって、みんなにねえ、こうバカだなって言ってもらってなんぼなんだから、俺らは。他に生き方ある？ないよ。俺はそうだと思うよ。他で生きていけるわけないじゃねえかよ、タテヤンさん。それはダメだよ。解放にとってよくない。解放は少なくとも配信で生きていきたいって言ってんだもん。半端な気持ちでやって、半端なやつ何年もやってて、半端なやついっぱいいるもん。ねえ、ウルトラ Q さんいらっしゃい。ダメだよ。解放のためにならない。配信者にだからプライベートっていう概念なんかないんだから。有名になりたいって言ってんだよ。有名になりたくて隠し事があるって、そんなわけないじゃん。フライデーされないさ、芸能人なんかクソみてえな芸能人だろ。フライデーされて一流なんだから。だろ？そう思わない？週刊記者が追いかけ回すほど人気があって、興味が湧いて初めて一人前なんだから。それでプライベートがなんだかんだとか、どうでもいいよ。それ配信やってねえっていうのと一緒だから。今日初めて見て、解放泣いてる頑張れって言ってくれた人がいっぱいいたじゃん。初めて見た人もいっぱいいたと思うよ。だけど、この人次ね、見てみようとか、ね、この人また新しい彼氏ができたとか、気になるでしょ？さらけ出してなんぼだよ。そう。隠しちゃって何の意味もないもん。何の意味もない。だったらそんなん過疎生主なんか、どうしようもないんだから。こいつは配信で食ってきたいっつったんだから。ね、初見さんに、まず顔を覚えてもらう。なんだか泣いてたおばちゃんだよねって言ってもらって正義なんだから。そう、さらけ出してなんぼ。知ってもらってなんぼ。だから、解放に一番最初に言ったの、人生全部ネタって教えた。辛いことが起きたら、
ちょっと美味しいって思うぐらいの人じゃないとダメって、向いてないって。一番最初に言ったよ、人生全部ネタって。でネタにできないんだったら無理って。ネタにできないんだったら配信なんかつけるべきじゃないんだよ。最初からリスナーやってればいい。見てたらリスクなんかないんだから。でしょ、リスクを美味しいって思うぐらいじゃないと無理だよ。名だたる配信者見てごらんよ。だからいつも言ってんの、ふわっちの閲覧のこの人気おすすめ順ってあるでしょ、これクズの順番だから。クズの順番、クズ人間の、ああ上の方にいるわ、ヒカルくんの次にクズなんだよ。わかる、俺よりもクズな人がこんだけいるの、でしょ。メガホンありがとう。上には上がいるから。だって見てごらん、さらけ出してるじゃん。じゃあみんなに質問するよ。ここに俺より上にいる人いっぱいいるでしょ。ここにこれ泣いてるところ、怒ってるところ全部見たことあるでしょ。ヒカルくんが号泣してるところ、愛子ちゃんが号泣してるところ、怒ってるところ、ランハゲさんがぐでんぐでんになってることね、全員泣いたり怒ったり怪我したり見てるでしょ。トラブルとか全部さらけ出してるじゃん。そんなねえ、あのエミタンなんかねえ、誰と付き合ってたか全部さらされてんの。愛子さん囲わないで、愛子さん囲ってるの誰ですか今。愛子さんは違うって、愛子の囲いか、愛子ちゃんの囲いがいるぞ、気をつけて。愛子さんの悪口言うなってか。ふわっちの吉坂由里子だから、愛子ちゃんは。愛子さんの囲いがいたわ、失礼しました。アイテムありがとう、アイテムありがとう。愛子さんにも囲いがいるんだね。濡ればさせないで、させるよ、愛子ちゃんが自分で言ったんだから。愛子ちゃんの濡れば見たいでしょ。愛子ちゃんが自分から私女優やりたい、濡ればやるよって言ったんだから、ガチ囲いがいるな愛子さんの。よっさん椅子から転げ落ちてんのもね、何回も見てるもんね。あれ誰が花火投げてくれた、え花火なんか、えいつ飛んだ花火。ごめんごめん、花火ありがとう。ごめんね、誰だろう。ちょっと待ってね、これ読み上げていいのかな、読み上げるか。ごめん、花火スルーしてたね。花火ありがとう。スルーしてないか、うん、ありがとうね。ごめんごめん。いや愛子ちゃんの濡れ場は言ってたよ、お父さん。あ、じゃあこれあれだ、声真似似てねえな。愛子さんが2万枚 DVD 売れるって言ったから、マジで私が濡れ場やったら2万枚売れるよ、バドさんって言ったから、じゃあ濡れ場お願いするわ、つって。2万枚だよ。愛子ちゃんのファン2万人が愛子さんの濡れ場のために、映画も当たり確定だからね。愛子さんの濡れ場で DVD 2万枚確保です。安心だよ、安心。濡れ場の相手は、愛子さんのご指名はヒカルくんだったね。そう、ヒカルくんとやりたいって言ってた。ヒカルくんとやりたい。それ本当にただパコリテイだけじゃねえかっていうね。ヒカルくんのことまだ好きなんだね、愛子ちゃん。いや、さらしなんかいらないって言ってたよ。私はやるって言ってた。黒木瞳スタイルだよね。さらしなんかいらないわ。役所広司と黒木瞳のね、まあ交渉は大変だけど、やっぱヒカルくんにね、濡ればちょっと頼むと一生の願いだって。光くんいいっすねって言うかもしれないじゃん。わっせやりますよ、いいっすね、あいこやりますよって。地獄絵図だけどね、現場は。いや、ヒカルくんは俺やってくれると思う、いや、OK 出るまで交渉だよね、ヒカルくん頼むって。映画の売れ行きがかかってる、
いや、肌綺麗じゃないよ、全然。全然。もうおっさんだよ。縁側あげたらいけるね。そうそう。お寿司屋さんに行ったの、ヒカルくんと、桃奈々さんと。そしたら、注文のお寿司屋さんで、タッチパネルで。ヒカルくんがタッチパネル近い方に座って。で、俺遠くに座ったから、あ、ヒカルくんと同じの。でいいよって言ったの。で、俺、桃奈さんと対面して喋ってた。そしたら、まず最初に、ヒカル君が、あ、じゃあ、好きなの頼みますね、っつって、ブーンって来たら、縁側が6皿来たの。わあ、さ、縁側うまいっすよ、ここ、っつって、縁側3皿ずつになったのね。で、いや、縁側マジうまいっすね、っつって、わあ、さ、うまくないっすか、っつって、食べてたの。で、まあ、注文来るんだけど、蓋開けたら、15皿食べたんだけど、15皿のうち12皿が縁側だったの。嘘だろって思うでしょ。で、残りの3皿サーモンなの。で、桃奈々さんがもう、桃奈々さんニヤニヤしてて、俺の方見て、うわ、マジかっつって、和道さんも他の食べたいよねって言ったけど、いや、もう俺もう面白くなるって分かったから、いや、俺はヒカルくんの注文に今日は任せますみたいな。ヒカルくんの感じで全然大丈夫ですよっつって、また縁側かみたいな顔して、桃奈さんとアイコンタクトで笑ってて、そしたら桃奈さんがね、ヒカルくんに何て言ったかっていうと、ヒカルくんって浮気せえへんやろっつったら、桃奈さんなんでわかるんすか、浮気しないんすよ僕っつって、なんでわかるんすかっつったら、食べ物の時はね、注文してると大体わかるんだよ、すごいっすねっつって、なんで浮気しないのだろうっつって、縁側だよ縁側っていう、お前の注文見たらわかるわ。すごいよ。そう。だから縁側与えときはなんとかなるから。お寿司屋さんで接待して映画交渉で。もう縁側好きなだけ食え。ヒカル君面白いんだよ。やっぱ天才だよね。天才。だみんな覚えといて、ヒカル君をお寿司屋さんで接待するときは、縁側与えときはもうテンション上がるから。すごいよ。ヒカル伝説。そうだね。まあ、配信者変な人多いよな。変わってるよな、やっぱりな。交渉、いや、もう縁側が品切れになったらアウトだからね。電話確認だよ。今日縁側大丈夫ですか？何皿いけますか？30皿ぐらいいけるって言ってたから。いや、じゃあ30皿だよ。30皿だよ。で、割合的に言ったら27皿は縁側だから、おそらく。ヒカル君面白いエピソードたくさんあるんだよな。ヒカル君がね、ナンパしてるっていうか、女の子に声かけてて、で、俺ぼーっと見てたら、なんて口説いてるかって言ったら、ツイキャスって知ってるって。 知ってるっつって、誰見るの？なんか ジェイソウルブラザーズだかなんだか、エグザイルだかなんかにそっくりな配信者でヒカル君っていうのいるんだけど、ああ、その人に似てるって言って。あ、そうなんだっつって。 ヒカルくんのリスナーをヒカルくんが口説いてるっていう、すごい絵を見たけどね。あの人、3倍目ヒカルっていう人をたまに見るのって言ってて、そうなんだって言って、これ本当かなと思ったもん。リスナーもリスナーだなと思った。すげえ絵だなと思った。バカとバカだから。
ナンパする方もバカだけど、ナンパされる方もバカだったっていうね。すごかったよね。だ、それ何年前の話だよ。FC2 でチンコ全ぞり配信で。全然やったよ。チンコじゃなくて、全身の体毛を剃ってこいって言われた。だパイパンですよ。パイパン祭りです。いや、ほんまほんま。でもそれって4年ぐらい前の話だよ。4年ぐらい前の話で、その、エミさんっていうニコ生の超大手配信者がいたの。で、その人の企画で、SM 上、SM のすっごい有名な人がいんのね。SM の。ちょっと待ってね。で、そのエミさんが、あれもうなくなっちゃったかな、動画。ちょっと待ってね。ワード。で、その企画でエミさんが、全身汚いから体毛剃ってこいっつって、わかりましたっつって。あれもう動画ないのかな。あ、SM の動画なくなってる。消えたんだ。あ、YouTube からなくなってるわ。昔あったんだけどね、なくなっちゃった。そうなんだよね、意外と YouTube って消えるんだよね。なくなってるわ。あ、なくなってる。あの動画消えたんだ。そうなんだよね、意外と消されちゃうんだよね、神回だった動画とかね。もったいないよね。もったいないね。面白かったんだけどな。そう。意外と残ってないもんだよね。なかったね。見たかった。俺もちょっと見たかったな、久しぶりに。4年前だよ。だ、神回の動画とかね、残しておかないとね。丸坊主だったね。っていうのも、いや、なんか罰ゲームがあるたびにスキンヘッドにしてたから、だから、なんだろう。ちょっとなんかあると謝罪枠で坊主にしろっつったから、無理っす無理っすって言いながらウィーンって、もうやめてください無理っすって自分で。何回坊主にした、スキンヘッド。全然だから、なんだろう、怖いものないよね別に。もう何回もスキンヘッドやってるからな。まあスキンヘッドだよ。見る、スキンヘッド。坊主っていうかスキンとかも全然やってたもん。ただやるとね、女性リスナーが怖がって減るんだよ本当に。だからちょっとこれ良くないなと思って、坊主とかスキンヘッドやめたの。本当にね、女の人ってね、如実に離れるんだよね、スキンヘッドにすると。いや、見た目大事だよ。バリカン、バリカン、カミソリでも言ってよ。見る、ちょっと見せるよ。じゃあ、いや、普通に言ってるよ。どこにあるかな。ずっと坊主だったかんね。見たい。ちょっと待って。これか。ほら。全然平気だよ。全然平気。だ、人生全部ネタだから、人生全部ネタだから、ほら、
これ俺だよ。配信しながら全然やってたよ。全然やってたよ。ほら。この家でしょ？このソファーでしょ？ワドいねえじゃんってコメント書かれてる。ワドどこ行ったって。ワドいねえじゃんっつって。ほら。あれ、ワドどこ行ったっつって、いいよね。コメントがいいよね。なんかね。いや、寒かった。すげえ寒かった。ニコ生の時もずっとこんな感じだったよ。ほら、マルコメくんみたいなやつ。で、それじゃあ面白くないからって言われたのね。もう坊主は古いって言われたから、じゃあ眉毛も行こうかっつって。眉毛も行って、全部行ってみたとか。だからなんか、ふわっちで言う神回とか、全然ニコ生レベルだとみんな体張ってたから、そうそう、全然普通にやってたよ。面白いでしょ。そうそう、全然もう、ほら、全然。いや、だから体の張り方、全然ニコ生の人って全然違うと思うよ。で、それじゃあ面白くないってまた言われたから、じゃあこの格好でファミレス行こうって言って、この格好でファミレス行ったかんね俺。この格好でファミレス入れて、あ、職質全然されたよ。で、アルバイト面接募集って書いてあったから、すいませんってステーキ食いながらウェイターさん、店長さん呼んでくださいって言ったら、店長が来て、あの、アルバイト募集見たんですけどって言ったら、店員さんが吹き出したからね、プッて。いや、ごめんなさいって言われた。全然、これ外配信とかやってたから。あ、全然やってたよ。え、それ見た人いないかな？これ、この格好で外配信行って、ファミレス入って、で、あの、アルバイト募集外にあったんですけどって、あの、働きたいんですけどって言ったら、ダメだって言われたんだよ。いや、そんな感じだったよ。それが普通の配信だったから。神回でも何でもないから。全然。ナイスーっつって。ああ、ありがとう。風船ありがとう。動画ないんじゃないの？動画ないと思うよ。動画ない。ピンクのエプロン。では、リスナーさんから送られてくんの。天岐阜でって。送られてくる。あの、和道さんに似合う服見つけましたって。ぜひ着てくださいって言って。わかったわーって。懐かしいよな。あと、リスナーさんから、あの、普段缶コーヒーばっかり飲んでたから、コーヒーメーカー、あの、あるじゃん、カップのやつ、コーヒーメーカーが届いたから、あのね、え、あ、嬉しいじゃん、リスナーさんからのギフトは。なんかコーヒーメーカーとこう戯れるっていう枠とかやったよね。インスタ映えだよね。あの、横浜で、あの、リスナーさんから送られたコーヒー製造機と、あの、インスタ映えをするっていう枠とかよくやったよね。シュールだよね。そうそうそう。まあ、すっごい白い目で見られてたけど。そうそう、みんな見てるでしょ。この目見て、この目。いや、インスタ映えがちょうど流行ってた時だから、俺もインスタ映え狙うわ、つって。見て、全員見てるでしょ。この白い目線、この人たちの。犬連れてる人もこの目だからね。なんだあいつって。もう全然、もうタフですよ。心は全然強い。全然余裕。失うものなんてないの、精神だから。そうそうそう。あと、まあ、座禅にはまってた頃こんなことやってたよね。入らないでくださいって書いてあったから、まあ入ろうと思って。
俺キー切り落とされて入らないでくださいって入ったのが、あ、振りかなと思って、ちょうど座禅にはまってたから、まあ座禅をしてみたりとか、まあいろいろやってきたかな、いろいろやってきたね、それを経て今があるから、懐かしいよな、かわいいでしょ、そうそうそう、いろいろありますよ、いろいろありますよ、本当にもういろいろのレベルがまあ重いっていうね、そうだって野田総理のプライベートの写真見る、ああ野田総理どうもって言って街で配信回ってないですれ違う絵がこれだよ、これが野田総理の私服だよ、わかる、いかに気違いにならないかっていう、もう典型例なんだって、僕は性犯罪者ですっていう T シャツにマントだよ、これ私服だよ、配信回ってないの、ま、ないんだよ、私服だよこれ、すごいよ、ね、やっぱだからこの人たちと戦おうって言うんだったら女に振られたなんてもう朝飯前でしょ、余裕でやらないと無理だよ、やばいよね、気違いだよねやっぱり、いや私服だよ、通常モードだよ、通常モード、カメラ回ってなくてもやっぱね気が狂ってるんだなっていう、えでしょ、体張ってるっていう感覚じゃないんだって、本当にぶっ飛んでるんだって、本当の本当にプライベートショットだから、あれ回してなくてあれなんだもん、やっぱそれくらいじゃないと無理だろうな、だから気違いの自覚を持たないとやっていけないと思うよ多分、あとまあいつも紹介するんだけど俺が大好きな写真これね、あのもうツッコミどころがいっぱいあるっていうこの写真最高じゃない、まあ、ツッコミどころ1位優先席なの、優先席に堂々と着席するクズ3人ね、配信外なんだけど、であのヨッサンの上にこれスティーブ・ウォズニアックって言ってアップルの創業者の一人なんだけど働いて笑おう、もうこれを見つけた時もう腹痛くて、ですいませんごめんなさい写真撮りますって言ってヨッサン気づいてない、なんで笑ってるのみたいな、もう最高でしょこの写真、俺はねこの写真本当に神がかってると思うの、ナイスでしょ働いて笑おうっつって、この3人にウォズニアックが訴えかけてこの笑顔ですから、最高の写真だよねこれ、奇跡の一枚だと思ってるよ俺は、奇跡の一枚、働けってことだよね、いやもうスクショレベルでしょこれは、素晴らしい、働かないとこうなるよっていうね。あとまあじゃあ、まあ配信者の私服シリーズで言ったら、まあこれかな。白衣着てるんですよ。で、言ったの。まあ、まあ白衣着てるなって思ったんだけど、泳がせて、1時間ぐらい経って仲良くなった時に聞いたの。いや、慎吾さん、なんで白衣着てるんですか？はじめ社長が来てるんですよ。はあ。マジかよ。はじめ社長が、
ターゲットにしてる相手って小学生なの。慎吾さん同い年なの。33歳なの。ドハマりだからね。マジかと思って。すごいよな。いやすごいよ。やっぱ底抜けなんだよ大手配信者って。底抜けに面白いよ。やっぱプライベートはやっぱ違うよ。気許してる時とか気抜いてる時だから素の状態で面白いんだよ。もうその辺のねやっぱね作られた面白さとは別なんだよね。やっぱ気が狂ってるんだよね。ぶっ飛んでる、ぶっ飛んでる。いや草生えるでしょ、うん、草生えるよね、うん、いやもう面白いエピソードなんか腐るほどあるもんな配信者。もうなんだろう、やっぱ、すごいなって。あ、ワン太郎っているじゃん。ワン太郎、インドに行ってたワン太郎って知ってる？ワン太郎からなんか LINE が来たのね。ワン太郎から来た LINE 見る？これなんだけど。いくよ。これがワン太郎からなんかいきなり来た動画。いくよ。ワン、ツー、スリー、ワド、アケ、オメ。ワン、ツー、スリー、ワド、アケ、オメ。完全に言わされてるでしょ、インド人。和道明けおめとか、それも2月に来たかんね、これ。この動画。全然意味わかんないでしょ。全然意味わかんないでしょ。うん。うん。震え止まらないんだ。なんで震えてんのかわかんないな。なんで震えてんの？うん。うん。まあ、震えなくていいんじゃないの？うん。震える必要ないよ。大丈夫だよ。震えちゃったか、うん、謎。まあテレビはね作られてるものだからね。やっぱり CM とかさ広告とかもう何十人何百人って多分一本の番組、ありがとうバガありがとう、うん、ね、なんだろう、関わってる人が多いから、あと企業スポンサーさんがいるから、やっぱりね尖ったことできないっていうのはでかいんだと思うよ。配信だったら全部自己責任だからね。自分でそのどうにかしたらいいわけだから、そういう部分はあると思うな。そこはまあ難しいところだよな。いや子供がねテレビ、あのねテレビ面白くないって言ってる人に言いたいんだけど、あの俺すっげえテレビっ子だったの。子供の頃テレビ面白かったから。でつまんない番組があったんだよ。つまんない番組、面白い番組は確実にあった。電波少年とかトゥナイトとか、ガキツカも面白かったし、あとアツシさんがやってるロンドン派、あのガサ入れって番組があった。あとでね、数々あるんだよ。で今のテレビがつまんないのはお年寄り向けに作ってるからの。ゆっくりバカみたいに大きいリアクション取ってゆっくり喋って、あれはおじいさんとかおばあさんが人数が多いからそこに向けて話してるから子供がつまんないだけの。
だから面白い番組は確実にあったよ。あった。だけど今はもう完全に子供を切り捨ててる。中学生とかに見せるっていうこと考えてないから、しょうがないんだよ。しょうがない。いやー面白かったよね。アツシさん神がかってたよね。ガサ入れとか、スティンガーとか。俺はガサ入れがもう神ってた番組だと思って。女の子の裏、なんつうの、こう、トークでトラップにかけてくのとか、あれなんかね、まさにだから、そう、コレコレさんとかミズニアンとかがのやってる、ひな形の典型例でしょ、あれ。面白かったよね、あの頃ね。ごっつええとかも面白かったよね。ゴレンザイとか、ずっと見てたトカゲのおっさんとかさ。昔の番組すごい良かったよね。うん。だからそれこそさ、規制が入る前の番組で言ったら、たけし軍団とかもまさにそうなわけじゃん。ねえ、規制入る前は確実に面白かったよ。規制でダメになった。でもネットもつまんなくなると思うよ。今が一番その何でもできる時期で、だんだんその広告代理店とか入ってきてるから、もう今しかないと思うよ。今が一番ホットっていうか、もうクリーンにしかできなくなると思う。俺生放送も。ねえ、だから今の若い子が、だから知らないから面白くないって言うけど、昔のこの番組見てごらんって言ったら面白かったって。テレビってこんな過激だったんだって言うもんね。昔なんか平気でおっぱい出てたもんね。うん、風俗場特集とかもやってたし、うん。そうそうそう。だから、コンテンツ、まあだから頑張ってるんだけどね、面白い番組作ろうと思って。うん、それこそね、あの、トンネルズもね、全盛期だし。うん、俺はあんままあトンネルズ好きじゃなかったけど、うん、はいこんばんは。 AMA さんいらっしゃい。こんばんは、はじめまして、よろしくお願いします。楽しんでって、こんばんは。だからまあまあ今の時代だから、こうね、面白いこと見せてあげたいよね、やっぱそういうのを知ってる世代だから。うん、子供たちはだから親が持ってて、だってさ、みんな子供の気持ちになったらわかるよ。親がテレビ見てて一緒に見るって文化だったじゃん、兄弟とか。だからチャンネル争いとかしたでしょ。妹がさ、ジャニーズの番組ドラマ見たいっつって、いやコント見たいって、アニメこれ見たいってチャンネル取り合ったじゃん。でそれで家で今簡単にアメバ TV、 LINE ライブとかふわっちとか YouTube ライブとか何でもあるんだもん。部屋の中で見た方が楽しいじゃん。バカ殿面白かったよね。うん、それは見るでしょ。自分の見たいもん誰にも邪魔されずに見れるんだもん。ねえ、それは子供が言う、なんかヒカキンっていうのとかわかるよ俺。うん、あ、これヒカキンはちょっとね、小学生とか相手にしてるからあれ。電波少年なんかもう面白かったよね。最高だったよね。まあだから電波少年なんかもう俺ら影響受けてるよね、やっぱ。真似事だもんね、電波少年の。だからテレビ見てるよりも面白いんだよ。体張るし、真冬の海に飛び込んだりもするしさ、俺ら。だからテレビの芸人さんも本当はやりたいんだと思うよ、過激に。猿岩石ね。うん、電波少年にたけし軍団潰された。何それ、え、何それ、知らない。何トートロジーズ。うちはスマホで見てる。うん、電波少年にたけし軍団潰されたって、潰されてないけど多分何が潰されたの、どういうこと。
番組が裏かぶりしたとかそういうこと？どういうことだろう。なんだろうね。なんかやっぱりその配信やっててやりづらいなと思うのが、やっぱりそのチームプレーの面白さっていうのはテレビあるじゃん。やっぱりカメラマンがいてプロデューサーがいてっていう、それで面白くなくなるパターンもあるんだけど、やっぱりね、ピンでやる限界ってあるのよ。カメラは自分だし、コメントさばかないといけないし、どうしても一人の力だと限界感じるときはあるね。過激すぎて終わったんじゃなくて、法律が変わったの。要はもう本当に今の配信者の迷惑行為みたいなのバンバンやってたの、テレビで。本当だから法律で規制されちゃって過激なことができなくなった。終わったっていうよりも法律だね。いくつぐらいの時だったかな、俺が法律変わったの。もう如実にね、ダメになったよ。あっからさまにダメになった。テレビは一回死んだんですよ。でもまあ、だから配信っていう文化とか動画っていう文化が流行ってきてるから、時代の転換期なんだろうなって思うよ。だから面白いことやる人は死んだわけじゃないから、面白い場所がなくなっただけだから。テレビって場所じゃん。で、芸人さんは芸を磨いてるから、まあ配信者も育ってきてるし。相乗り面白いね。懐かしいね。文人 TV ってなんだろう、わかんないな。文人 TV、見たことないな。俺が二十歳ぐらいの頃だったかな。どうだろう。まあ、おっぱいダメですよとかのタイミング。完全に。それまでもうめちゃくちゃだったよ、本当に。テレビ子供で見てて思ったもん、めちゃくちゃだなって。すごかったよ。だからさ、よく俺らが子供の頃とか、もう PTA が文句言うの。だから親が文句言ってた。子供にこんなもん見せるなっつって。テレビ局に。だからそう、聞いたことなかった？クレヨンしんちゃんが PTA に訴えられたとかさ。すごいうるさかったよ。モンスタークレーマーみたいなお母さんいっぱいいたんだから。で、テレビに電話かけてやってたんだよ。気まずかったよね。だから PTA がまたテレビニュースとかでやってたでしょ？あったでしょ？だから昔から変わってないんだよ。お母さんがチャンネル変えるんだよね、ラブシーンになるとね。おっぱい出たりすると。バカ殿のさ、入浴お風呂にドボーンって使うと、女の子がキャーって言っておっぱい丸出しにしてて、お母さんがチャンネルピッて変える。あったよね。そう、ドラマ今塗ればないんだ。全然あったよね。なんか気まずい雰囲気なんだよね。お母さんが「うーん」みたいな ピッて変えるんだよね。で、なんで変えるんだろうっていうね。なんか独特の気まずさあったよね。ああ、年近いんだ。有名底辺？バナナマンの正月番組に出てたりしてた。ああ、わかんないっすね。僕33歳っすね、今。33です、僕は。アマさんおいくつなんですか？なるよね。いや、だからあの頃面白かったけどな。あと、みんなが同じもん見てたから、次の日の話題、学校、小学校とか中学校で同じ話題を話してたじゃん。あれは多分今ないんだろうね。あ、じゃあ俺3個上だわ。3個上。だからさ、あ、昨日も見たって言って。見た見たっつってね、小学校でお昼休みとか登校の時にみんな同じ話題するっていう。ああいうのは今ないんだろうな。
ギルガメッシュナイトで抜いてたとかね、あるあるだよね。ねだからね、今日もダンカンさんと会ったけどさ、テレビで見てる人が目の前にいるって変な感覚だよ、本当に。本当不思議な感覚。解放も不思議な感覚だろうな。たけし軍団のダンカンさん、そうそうそう。たけし軍団だよ。もともと男子師匠のお弟子さんだったの。で、そこからたけしさんに弟子入りすんの。だからたけし軍団だよ、ダンカンさんは。ダンカンバカ野郎のダンカンさん。そう、さっきまでダンカンさんと一緒にいたの。ん？アウトレイジ？いや、アウトレイジ？ん？どういうこと？アウトレイジ？え、アウトレイジがわかんないけど。副専務じゃない、専務。副専務じゃなくて専務。ダンカンさんは。副専務って聞いたことないんだけど 副専務ってなんだよ 専務は専務で 副専務っていう役職なんかねえよ なんだよ副専務って。 ああ、だってたけし軍団の北の映画には出てるよ。出てる出てる。ダンカン塾っていうのはダンカンさんってもともとたけし軍団の中で構成作家だったの。だからネタを書く人なのよ。構成作家ってわかる？要は番組を作って芸人が芸をやるけども、あれって芸人が作ってるネタだけじゃなくて、元芸人さんとか面白いネタを書ける人が書いてるの。で、ダンカンさんはネタを書く人なのよ、もともと。それが有名な人。だから、たけしさんの番組あるでしょ？あの頃の構成作家、もうナンバーワン構成作家だったの。いや、たけしさんのネタを書いてた人。番組のネタを書いてた人。で、その無茶ぶりが半端じゃないのよ。で、たけしさんのところに、弟子入りした人って月200人ぐらい来るんだけど、その中で面白かった一部の人は、じゃあ様子見るか、みたいな。で、たけしさんもハードスケジュールだから忙しいから、まずダンカンさんのところに預けられるの。そう。で、ダンカンさんがもうとんでもない無茶ぶりすんの。例えば、猿岩石がそれこそ流行ってた時、その弟子入り志望の若い子に、おい、お前今日から犬岩石な、っつって。北海道行ってこいって。へっ？カメラ回ってないところでヒッチハイクさせられた。で、北海道行ってきました。そうか、よかったな、とか、いろんなエピソードがあるのよ。無茶ぶりをして。で、それで2年、3年くぐり抜けて、ダンカンさんの無茶ぶりを、くぐり抜けた人がやっとたけしさんに認められてたけし軍団になる。だからダンカン塾っていうのはその登竜門なの。登竜門。そういう感じで、それを配信者が耐えられるのかっていう番組。ダンカンさんが配信者に無茶ぶりをして、で、答えられるかどうか、そういう番組だね。それのスタッフをやってんの、俺は。それやら、犬岩石ってバター健太郎じゃなくない？誰だろう？わかんない。あとなんだろう？そう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 。あ、そうなんだ。
まあ基本放送なしだよ、うん、フレバーさんこんばんは、楽しんでってください、こんばんは。腹減ったな。ねえ、亡くなっちゃったね。芸能界復帰拒絶？ひどんなさんが心配して電話くれた、ありがたい、これから来てくれるそうなので一緒にお茶、あ、行っといで行っといで、よかったね、可愛がってもらいな、ひどんなさんによろしく伝えといて、うん、よかったね、うん、愛子さんす愛子さんす完全なす、いや優しいね、ひろんなさんね、だからまあ配信で売れる人は気違いだよ、まともな人ほど下の方にいるから、うん、気違いほど上に行くんだよ、覚えといた方がいいよ、みんなが見てるのはキチガイだよ、みんなが好きなのはキチガイだよ、それが配信だから、気が狂っててなんぼだよ、気狂いだよ気狂い、まともだったら配信なんかやらねえよ、まあでもなんだろうな、生きる場所が見つかっていいんじゃないの、俺やっぱ配信見ててこの人たち配信なかったら輝けたかなと思うもん、だからね、女にモテたわけじゃないし人気者になるわけじゃないし一番になれないわけじゃん、一番になる人って本当に才能ある人でしょ、で配信っていう場所で輝いててね、みんなに愛されてるんだからよかったと思うよ、俺実際自分で配信やってよかったなって、みんなと出会えてよかったなって本当思うもんね、配信やってなかったらただのクソだよなっていう、うん、思うよ、やっぱ配信出会ってなかったら何にもなんなかったよ、だからねえ、こういうクズっぷりさらけ出してさ、東京駅で愛子さんと力士の方々写真撮りまくってたけど自分力つきました、ん、おお、どういうことだろうちょっとよくわかんないけど、おお、そうそうそうね、え誰かに笑ってもらえるってすごく大事だよ、だってさ、みんながみんなエリートなわけないじゃん、みんながみんな生きたいように生きれるわけないじゃん、
だけどさ、配信者を見ちゃうのってさ、自由だからでしょ。なんか、貧乏かもしれないし、クズかもしれないけど、生き生きとやりたいことやってるから応援したくなるわけじゃん。でしょ？うん、そう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 。才能の一つなんじゃないっていう。じゃないとね、ただのうだつの上がらない人生よりも誰かにね、バカにされて笑われた方が面白いじゃん。いろんな人がいるなーっつって。あ、こういうバカも世の中にいるんだーって。そういう方が俺は全然人の役に立ってると思うよ。カウンターカルチャーだよ、カウンター。こういうバカもいるんだって反面教師にすりゃいいんだよ。ね。配信やってよかったな。ダンカンさん、吉沢ひとみの交通事故現場で酒飲んで叩かれた。え、そうなの？ え、そうなの？ え、吉沢ひとみの交通事故現場ってあれ、東中野かなんかだよね。そこで酒飲んだの？ 尖ってるな。マジで？ それは炎上するでしょ。え、それ本当？トトロジーさん。狂ってるね。キレッキレだね。キレッキレだな、専務。マジで？芸人だよね。本当に？ダンカン吉沢ひとみで検索？ああ、後でしてみるわ。愛子さん、初対面の日に酔いつぶれた自分を撮影連れてってくれた人。面白い人だと思います。現場で飲むとか。いやー、尖ってるよね。あ、そうなんだ。アマさん、あれなんだ。愛子ちゃんと面識があるんだ。やばいよ。今月もう6日なのに、1万2000円しか稼げてねえよ。やばいよ、マジで。1万2000円。誰か花火ください。助けて。やばいよ、これ、今月1万2000円だぜ。やばくね？やば。本当にやばい。もし、裕福な方いたら、助けてください。生活が崩れる。本当にやべえな。ありがとうございます！特命さんから花火いただきました！乞食！あざーす！これがあるからね、乞食って呼ばれちゃうんだよね。これがあるから。ありがとうございます。いただきます。リスナーさん、本当にありがとう。匿名さん、ありがとう。いや、頑張らんとな、マジで。あざます。もう、お金がないときはお金がないってさらけ出すしかないからね。ありがとう。でもまあ、やっぱりダンカンさんと、ありがとう！大花火！リエちゃん、大花火ありがとう！ありがとうございます！リエちゃん、ありがとう！生活費にします。ありがとうございます。活動費だね。ありがとう！メロデカン伝説さん！メロデカン伝説さん、花火ありがとう！延長します。ありがとうございます。みんな、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。あざーす。ねえ、だから頑張ろうってなるもんね。ダンカン塾とか映画とかね。常識は人それぞれ。まあ、だからアインシュタインが言ったのがさ、僕が好きな言葉なんだけど、常識っていうのは17歳までに身につけた偏見のコレクションだって言ったんだよね、アインシュタインは。でもそうだよね。常識って、その誰かが作っていった偏見のコレクションだよ。クソ真面目に普通の収入より形を問わず稼ぐのが素敵だと思います。俺らはまあね、リスナーさんにほんと食わせてもらってるから、まあ頭上がんないよね。本当に。
だってね、映画も撮るって言ってさ、何の保証もないわけじゃん。どんないい映画できるか分かんないんだよ。で、映画なんか作ったことないし、その業界の人でもないのに、ね、二十数万するカメラ買ってもらってさ、映画撮れよ、頑張れよ、とか。で、俺なんか生活保護でさ、ただね、3年間飯食えなくて、でも俺はいつか配信者で飯食えるようになりたいんだ、プロになりたいんだ、つって応援してくれてた人がいるわけでしょ。で、たまたま時代がハマって、ふわっちょができる前なんかみんな無料でやってたんだから。むしろお金払ってやってたんだから。ね。だから、まあ、リスナーさんに人生変えてもらったよな、本当に。だから今まで応援してくれてた人がいるから今があるわけだからね。これだって誰も見てなかったら、ただハゲた30歳のうだつ上がらねえおっさんが部屋でぼやいてるだけだもん。でしょ？俺はそう思うよ。みんなが人生変えてくれたんだよ、一人一人が。まあきついこともあるけどね、たまにきついこと言われることもあるけど、でも俺はなんだろう、配信でみんなに出会って本当に感謝してるけどな。人生変わったなって、ありがたいよな。まあ普通に生きられない人たちの最後の人間の墓場だよな、配信はな。 YouTuber はキラキラしてるけど配信者ドロドロしてるから、生き様さらしてなんぼでしょ、人間力でなんぼでしょ、面白いよやっぱ。素敵な素敵なね、クズっぷりが半端じゃないね、魑魅魍魎とはよく言ったもんだよね。本当妖怪だよ、妖怪、俺らは妖怪。フォローありがとう。いや墓場でしょ、人生の墓場だよ、最後の最後、全てを失ったやつ、何も持ってないやつが最後に夢見る場所が俺は配信だと思ってんのよ。で、妖怪でしょ？もう、魑魅魍魎ばっかりでしょ？うん、常識なんか通用しないもん。ありがとう、いいね、ありがとう。人嫌いさん、ありがとう。サンキュー。炎上台にするね、デバスさん。ありがとうね。だってさ、俺らがアルバイトやったり正社員やったりして社会の役に立てるかっつったら、立てるわけがないでしょ。決まった時間に起きれない、約束の時間に来ない、挨拶できない、コミュ障だからね、接客できない、で酒飲み、メンヘラ、そんなんばっかじゃん。だから俺らが輝ける場所ここしかないんだもん。だから働けっていう人に言うんだよ、働けじゃねえと、雇うかって。お前が経営者だったら職場に俺がいたら嫌だろって言ったら嫌だって言うんだよ、だから働かねえんだよって。嫌だろみんな、ここにいる140人全員思うはずだよ、職場に俺いたら嫌だろ、だから働かないんだよって。嫌だ、こんなやつと一緒に働きたくないでしょって。いやそうでしょう、嫌でしょう、俺も嫌だもん、俺も職場に俺がいたら嫌だもん、わかるよ。ナイスナイス、いいね、ゆうたんのね、ナイスってツボにはまるとナイスって言うんだ。そうそうそう、だから働けじゃない、みんなの職場環境を崩さないために俺は働いてないのよ。あ、ぬんなきさんこんばんは、楽しんでて。人には役割があるからね。俺だって真面目に働けるんなら真面目に働きたいよ。そんな後ろ指刺されて生きてんだからさ、同窓会とか行けないんだよ、同級生で33歳で子供も家も車もあんだから。ああ、裏稼業は裏稼業だよ。風船ありがとう。延長代にします。風船ありがとう。そりゃそうだよ。こんな胸張って言える？何して稼いでんのつったら、配信です。嘘ついて YouTuber ですって言うのから。職業なんですか？ YouTuber ですって。ちょっとお手洗い行ってくるわ、ちょっとお手洗い行ってきます、ちょっと休憩。
ちょっと行ってくるね。ただいま、まあでもね、だん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 さ、ほらアイラとかが月2000万とか稼ぐようになってきたじゃん。俺思うけど、ブログとかが最初そうだったの。ブログは最初素人とか女子高生とかが書いてて、でブログで稼げるようになったのよ、広告で。そしたら今全員芸能人でしょ。全員芸能人じゃん、ブログのトップって。だからお金が儲かると芸能人とかプロが来んので、今度 YouTube 最初素人だったでしょ。で最初はさ、テレビに叩かれてたじゃん。だけどヒカキンとかが1億稼いだりして変わって、今芸能人の人バンバン来てるでしょ。だからお金が稼げるっていうのってプロが入ってくるんだよ。俺だから配信入ってくると思うよ。やっぱ楽しんごさんとかも最近出てるしさ、田村さんとかもやってるし、ジュディ&マリーのギターの人とかやってるじゃん。本田翼もそうだよね。だから俺は配信に芸能人全然今後参入してくると思うよ。そしたら俺らは淘汰されんだよ。また新しい行き場所探さないといけないんだよ。なんかさ、俳優やってる、映画監督もやってるよ。そう、うん、今も映画の収録先々月ぐらいも行ってたよ、うん、俳優やってるよ、あのうなきさん、うん、風船ありがとう。そう、いや味があるよね。あのね、ダンカンさん背すごい高いのよ。ダンカンさんは味のある、うん、いい俳優さんだよね。わかる、すごく絵になるんだよね。例えばさ、みんなが思うさ、芸能人で配信向いてそうだなって思う人って誰かいる？この人が芸能人 があるじゃん。 YouTube 向きとかさ、配信向きってあるじゃん。みんなが、あ、芸能人でこの人だったら売れそうっていう人ちょっと書いてみてよ、予想で。誰かいる？この人伸びそうっていうか配信向きだなっていうテレビタレントさん。日本人の俳優さんが亡くなってますから。マコーレカルキン、わかんねえな。マコーレカルキンって誰？芸能人？誰それ、マコーレカルキンって。わかんない。最近の人かな。北郷さん、石原さとみ。石原さとみ向いてるか、配信。石原さとみ向いてるかな。北郷さん、北郷さんね、北郷さんに配信やってもらいたい、ふわっち。他には誰がいる？なんかもうぶっぱねて大手になりそうな存在だよ、配信者で。あ、配信者じゃない、あの芸能人で配信つけたら大手になるだろうなっていうタイプの人。ホーキング横、青山、わかんねえな、誰だろう。わかんないな、誰だろう。石原さとみさん綺麗だからな。同い年かな、石原さとみ。あー、渡辺だ、わかるわ。あー、ゆうあさん、はいはい、また来てね、ありがとうね。あー、渡辺直美売れそう。わかる、ちょっとわかる。向きだよね、なんかひどんなとかと同じジャンルだよね。
すごい人気出そうだね、うん、グレートギダイオさん、ホーキング青山わかんないな、うん、知らない。たけしさんが認めた芸人なんだ。へえ。でも馬之助さんは何、たけし軍団好きなの？大好きなんだ。軍団ファンの人なんだ。詳しいもんね。あれもすごかったよな、ニコ生のさ、たけしさんが出演した時半端じゃなかったもんね。へえ、くっそ面白いんだ。マコーレカルキ、あーい、ワード2ありがとう、パフェありがとう、ヤマラキーいらっしゃい、アイテムありがとう、こんばんは。こんばんはっつうか、もうおはようになるのかな。五体、あー、わかった、あの五体不満足っていうか、目が見えない人だっけ、目が見えない盲目の芸人さんいたよね、最近売れた。違う、五体不満足、その人じゃない。俺名前知らないけど、めちゃめちゃネタの精度高いと思ったの。あの、え、目見えるの、じゃあわかんねえ、じゃあ違うわ、じゃあ別の人だ。乙武さんではない、乙武さん芸人じゃないから。乙武さんもね、テレビ出なくなっちゃったよね、ネットで叩かれすぎて。 LINE、 お、 LINE、高畑さんというおばさんの女優の息子、ああ、嬉しそうだね、嬉しそうだな、はいはいはい、何食おうかな、どうなんだろうね、わかんないよね、芸能界は。ハニートラップだったのかね。でもね、あのやっぱりね、あの週刊誌に書かれてることが 100% 本当っていうわけじゃないから、ネットとかのブログとかに書かれてる情報とか、だからわかんないよね。清水健太郎さんね、ドレさんね、あの1週間後久々に会うな、ね、元気そうだよね、なんかね、全然絡みないからあれだけど、腹減ったなぁ。グラコロ食べようかな、グラコロ、腹減ったわ、グラタンコロッケバーガーだなこれ。あー、田代正史さん、まあまあまあ
2チャンネルで神と呼ばれた男だからね。2チャンネルで神と呼ばれた男。エロとダジャレと薬物を全てを極めた男と言われてるからね。あ、田代さん面白いもんね。ああ、わかるかもしんない。ワンチャンあるよね。でも、田代正史さん、最近なんか芸能界復帰し始めてるよね。なんかダルクで働いてんだよね、確か。ダルクってさ、覚醒剤の、構成施設。だ、大変だよね、薬物やめるのもね。でもまあ、俺、やっぱマーシー大好きだから、子供の頃やっぱ見てたから、なんか復帰してほしいもんな、やっぱ。いい感じになんか更生して、ね、薬物やめてもらいたいし、やっぱ。本人もやめたいだろうし。みんなマーシー好きでしょ？やっぱり。好きじゃない？俺大好きなんだけど。ねえ、いや、わかんない。俺全然やったことないから。まあ、覚醒剤はもうやめらんないって言われてるよね。一回手出しちゃったら。なんで俺薬やってそう なんで俺に聞くの 薬なんかやったことないよ俺。嫌いだもん。薬は多分手出すことはないだろうな。まあだから葉っぱはタバコの方が依存性が高いとか言われてるよね。まあやったことないでしょ。本当のことわかんないよ。まあ日本はね、もともと覚醒剤シャブって日本人が作ったからね。普通に薬局で売ってたからすごいよね。だから昔の俳優さんとか芸人さんとか普通にシャブやってたとか言うもんね。映画俳優さんとかね、すげえなっていう。あとだからサザエさんとかにもそういう描写あるんだよね。普通にシャブ売ってる。マーシー向いてるだろうね。ねえ、よく言うよね。すげえよな。だから、そう、サザエさんの隣に浪人生の学生がいるんだよ。隣に住んでる浪人生の学生。そのサザエさんの漫画版の方にこうやって、やってシャブ打つのが普通に漫画に書かれてる。だから普通に薬局で買えたから。ヒロポン、ヒロポン。日本人が開発したんだよ、あれ、シャブって。まあね、子供を見てるからね。やっぱその辺は気をつけないとね。腹減ったな。でも俺は薬物とかあんま好きじゃねえな。なんだろう、酒雑とかも思うんだよ。酔っ払ってたら面白いに決まってんだろうみたいな。シラフで面白くないとやっぱダメだろうって思うもんな。シラフでどれだけ面白いか勝負しようよっていう。だって酔っ払い見たらさ、酔っ払ってたら面白いことできるに決まってるも
で、そういうことでしょ。ズルだよ、ズル。絶対面白いもん、そんなの。ねえ。ドーピングだよね、だから。そうだよな確かにね、お酒飲んで面白い人もいるからな。俺はね、酒飲んで配信ってあんまりやらないんですよ。それはね、なんかドーピングな気がしちゃうんだよね、自分の中で。どうしてもシラフの中で、まあ俺ほら尖った面白さとかはできないけど、なんかこう、なんだろう、まあまあなんかしっとりした感じでみんなが楽しんでくれたらいいなと思ってて、居心地がいい空間を作りたいんだよね。居心地いいなここって、遊びにまた来たいなと思う感じの放送が理想。まあたまにね笑い取れればいいかなっていうなんかコツ、なんかこう人とのつながり大切にしたいんよ。あと結構やっぱあの40代とかの先輩が多いから、男性だと。でそういう人にやっぱ可愛がられたいよね。いろんな人に可愛がられたい。やっぱ年下に好かれるよりも年上の人に可愛がられた方が得だからね、うん、ね。だから40代のリスナーさんとかみんな可愛がってくれるもんね。おっさんたちがわどわどっつって頑張れよっつって嬉しいよ。やっぱ年上の人に可愛がられるっていうのは。何食おう、グラコロでいいかな。グラコロって2年に1回ぐらいしか来ないよね、季節ね。グラタンコロッケバーガー、あれめちゃめちゃ好きなんだよな、ガキの頃から。食った時感動したもんね、グラコロ。
あれ、マックで一番うまいのグラコロでしょ、間違いなく。グラコロめちゃくちゃうまい。後でグラコロ買いに行こう。あ、でも夜中行くとマックシェイクが置いてねえんだよな。そこだよな。あ、チョコパイうまいよね。三角チョコパイはあれはやばい。アップルパイと三角チョコパイマジでうまいし、三角チョコパイはあれは買っちゃう。なんだろうね、あのうまさ。あれ100円で買えるうまさじゃないでしょ。あれはマジでやばいと思う。うまいよね。わかるわ。ねえ、ハマるよね。ああ、食いたくなった。買おう、今日。三角チョコパイ絶対食う、後で。腹ペコペコだよ。何なんだろう、あの、中毒性というか。半端じゃなくうまいよね。わかるわ。減るね。庶民の喜びだよね。100円で買える喜びだよね、本当に。100円玉で買える喜び。映画な、誰か助監督マジでやってくんねえかな。なんか映画僕も作りたくて勉強したいみたいな、やる気のあるガッツのある若い子がいいんだよな。めちゃくちゃ助監督が今欲しい。助監督、助監やりたい男の子。まあ女の子でもいいんだけど、できれば男がいいよね。誰かいねえかな、興味ある人。残り9分だね。いや、時間経つの早いな。もう2時間半経ったんだ。早っ。じゃあいいや、これで飯食いに行こうか。マック行くわ、俺。ありがとね、たくさん見に来てくれて。面白かったよ、今日の枠。また飯買ってきたら放送開くか。ちょっと休憩して飯食ってから。
お疲れお疲れ。まあまあ疲れてはいないけど、楽しい。楽しい。普通に楽しいかな。お疲れ様。罪だよな。グラコロチーズ、それにしよう。グラコロチーズと、体に悪いぞ。体に悪いぞ、これは。グラコロのチーズと、あと、マックの、なんだっけ、三角チョコパイ。デブるな。デブるね。これは体によろしくない。ダメだ、もう腹減って我慢できないわ。行ってくるわ。じゃあ皆さん、コメントありがとうございました。たくさん花火ありがとうございました。また見に来てください。 YouTube と Twitter とふわっちのフォローよろしくお願いします。それじゃあお疲れ様でーす。